はい、どうもこんばんは、ヤスニーとマルコエです。はい、どうもこんばんは。今日は何するんですか？鍋する。やっちゃおっか。今日はこの鍋です。じゃん、これいいやつ。これは今ね、まだ野菜しか入ってないんだけど、これからグツグツ煮て肉をいっぱい入れていきます。この鍋は実はですね、どこで買ったでしょう？100均。あ、そう、ダイソーで買った鍋を使ってちょっと鍋ねしようかなと思います。今日これです。じゃん。はい、これはラーメン、塩ちゃんこ。ラーメンでもできる。あ、ラーメンできるよ、そういうやつ。ラーメンしたい。ラーメンしたいね。こん中に肉ぶっこんでね、いい感じにやりましょう。じゃあちょっとやっていこっか。うん、いけ。おっ、ちょっ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 ちょ。うん、オッケー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 。これがチャックファイヤーする。うん、チャックファイヤーして。いいもん。うん、いいよ。はい、オッケー。蓋閉じて待ちましょう。よし。楽しみやね。うん。今日はこのお肉を使います。1キロで780円ですね。めっちゃ安いです。肉も入れとこうか。うん、もうそれ入れとこう。うん、そうだね。よいしょ。今日は肉ね、いっぱい入れよう、いっぱい。今日はスケボーを、うん、今日スケボーをシャツでしたシャツでした。確かにシャツでしょったね。うん、スケロはすごい終わった時。よし。肉いっぱい入れとこうね。うん、あとお茶も。お茶も。お茶は入れたらあかんや。よし。じゃあちょっとまた閉めよう。よし。いや。楽しみやね。うん、楽しみだね。はよ食べたいわ。もうくな。やめやめやめ。結構グツグツ言ってきたよ。うん、開けてみる。うん、はい。うわ、いい感じになってきたじゃん。うわ、もうちょっとだね。ブツ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 。この100均の鍋はあれやね、なんかすげえちょうどいいよね、2人。うん、2人分にいいね、ちょうどいいね。ここも金属っていうのがいいね。うん、なんかここがこう焚き火とかでよいしょってやってもここ溶けないじゃん。でも蓋はプラスチックがついてるから、ここだけちょっと気をつけるのね。でも溶けるのも味かもしれない。これチョコかもしれない。わわわ、グツ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 、すっごいグツグツやってる。危ねえ。ちょっと弱めにしよう。よし、食べよう。もうちょいじゃない？で、最後はこの中にお米入れて、めっちゃ美味しい雑炊作ろう。あ、これ餅巾着。餅なんて？餅、お餅が入ってる。美味しそうじゃない？と、肉ができたら多分もういいんじゃないかな。肉できたらもう。肉がね、ピンクじゃなくなったらいける。どこがピンクだ？この中がちょっとピンクだから。じゃあマルコメくんできたっぽいから食べるか。うん、食べる。じゃあ餅の、お餅のやつを入れてあげるから。と、野菜もいっぱい食べ、野菜食べ、野菜、えのきも食べ、野菜食べ、野菜。お肉も食べる？お肉もいっぱい食べ、野菜。お肉なのに食べ、野菜。オッケー。はい。おす。うん？おつ。熱い？おいしい？うん。
ゲッタ？じゃあパパも食べるね。うわうまそう。もちきん、肉、野菜、野菜。じゃあいただきます。塊、塊になった。うまっ。うん、おい、うめえよ。うん、うん、たまらん。うまいね。あ、ネギ出てきた。うまくね。うめえ。うん、うめえな。うめえ。お肉追加しよっか。もう肉の塊じゃ。俺いけ。肉ばっかりや。1キロあるからね、お肉。うん、どんどん食えや。全部食っちゃえや。もう肉炊きや、肉炊き。食べる。バカバカ早えよ。まだ早え。まだ早えよ。これママにもね、ちょっとあげよっか。肉炊けたらね。うん、超グツグツ言ってんじゃん。もうこれはもう絶対いい感じでしょうよ。ママについであげようか。一回ちょっと弱くしてしまって、よし、ついでやろう、ママに。もちきんと、もちきんめっちゃうまいよ。もちきんうまかったやろ。うん、お肉と、お肉と、はい、野菜と、いや、これもうぐっちゃぐちゃだよそれ。最初、もう最初だけだね、綺麗なのは。あ、豆腐もあるんだ、忘れてた。丸亀くん豆腐あげる。はい、お皿出して。はい、豆腐。豆腐は来たと思うんけど、はい、豆腐。お肉もえのき、えのき、肉。よし、もりもりであげよう。よし、いいね。どんどん強くなるよ。よし、ラストスパート。お肉のラストスパート。もうお肉だけになっちゃったけど、めっちゃうまいやん。うん、あーうまっ。うん、たまらん。うん、じゃ最後雑炊を作ります。グツグツになって、このお米をぶち込みます。冷凍してたやつを解凍したやつ、こ、よいしょ。なんかちっちゃいやつもあるから、これもぶち込みます。ドン、よし。これを崩して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 、
OK、染み込ませます。うわ、これはうまいぞ。丸米くん、これはうまいちげえねえ。ここで出るのがこれよ、シャンタン。シャンタン、何これ？シャンタン知らん？うん、なんか中華料理の素みたいなやつ、これを、まあ、あんまり入れると辛くなっちゃうんで、いいぐらい、まあ、1杯分ぐらいかな、バーッと入れちゃいます。ペッと、 OK、 こんな感じでいいかな。そしたら卵の準備しますね。混ぜる。焦げついてる、焦げついてる。ゆっくり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 、ゆっくりにして、よいしょ。あ、いい感じ、いい感じ。おー、吸うてる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 。んで、ここにちょっとチーズ入れちゃおう。チーズ、チーズを入れての、チーズをババ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 バ全部？もうチーズまみれだね。チーズをいっぱい入れての、溶かして、はい、溶かしての。まあ、これはうまそう。熱いわ、熱い、ここ熱い、ここ熱いわ。ほんまに熱いよ、熱い、やけどするよ。ほんまに？うん、これ C の卵じゃん。よし、最後卵をビャーっとかけます。おっしゃ、よし。これ一回ちょっと混ぜクリーの、混ぜクリーのチーズじゃん。うわ、うまそう。これは丸米くん、これはバカうまいぞ。これ絶対に、これは絶対にバカうまいぞ。嘘でしょ、これは絶対に美味しいやつや。もう魔法の食べ物や、これは。では丸米くん、行っちゃってください。汁がこぼれた。あ、いいよ、行っちゃってください。うわ、これ絶対うまいやつや溶けてる溶けてる。どう溜めるな。最高。おー、ありがとうございます。うまい、最高。いただきます。めっちゃうめえよ。ほんとに山ほど。これうまっ。めっちゃうまいの、これ。これはうまいわ。誰でも作れる。うん。誰でも作れるけど、むっちゃうまいな、これ。うん。初めて食べた。嘘つけ。この前食べた。うん。こんな美味しいの初めて食べたってこと。うん、あ、いいね。いい感想だね。これはうまい。はい、ごちそうさまでした。皆さんいかがでしたでしょうか。今日ね、あの100均 の、 あの鍋使って、あれ多分300円ぐらいの鍋だったんですけど、まあ、1人2人ぐらいだったら全然いけるかなっていうサイズ感なんで、まあ、使い勝手もいいし、まあ、ただ IH とかには対応してないので、まあ、そこだけちょっと注意かなっていうところなんですけど、外でカセットコンロとかで使ったりする分には全然いいかなと思うし、まあ、安いので、雑炊はめちゃくちゃ美味しかった。まあ、安いので、あの焚き火とかのね、あのところにポンって置いて調理するのも全然よしかなと思いました。雑炊最高だった。またしようか。
今度ね。じゃあ皆さん最後に挨拶お願いいたします。バイバイ。はい、さよなら、ありがとうございました。